ゴーカーチャンネル。はい、ではジャガ XF スポーツブレイクのいろんなところを計測してみたいと思います。この車ドアを一番開けますとこれぐらいですね。でストッパー箇所としてはここで1箇所目、2箇所目、結構こまめにストッパー箇所もございます。ドアの閉まる音もやっぱり重厚感がありますね。で、今これ私のポジションに合わせてありますがシートの高さを見てみましょう。まあ、最近ジャガーはスポーティーさをアピールしていますから割と着座点も低めで、今地面から、46、7センチですね、これぐらいの高さになっています。ですから腰の移動量は割と大きめというふうに思っていただいていいと思います。一回座ってみましょう。まあ、確かにこう座る位置が割と低めかなという印象があります。ただこれも高さが変えられますので、一回変えてみましょう。一番下げるともっと下がりますね。今これ一番下が、まあ、一番低いところに近かったですかね。一番低くて46センチぐらいですね。じゃあ一番逆に上げてみましょう。これも電動のアジャスターですから、楽に操作をしていただくことができますね。これ今一番高いところですけれども、一番高くて50センチ、調整幅はだいたい4センチぐらいというふうにお考えいただければいいと思います。この一番高い状態だと私はこの頭をこう引っ掛けてですね、中に乗ってもとてもじゃないですが頭がまともに入りませんので、これはちょっと下げなければいけませんね。だ割とやっぱこの車デザイン重視ということもあって天井が低めになっていますから、そういったところは多少気をつけていただいた方がいいかもしれません。まあちょっと私の座高が高いというところもあるかもしれません。はい、では XF スポーツブレイク後席を見ていきましょう。ドアを一番開けますとこれぐらい、結構角度ありますね。90度とは言いませんがかなり、直角まで開きますね。ストッパー箇所としては1箇所となってますね。はい、では実際に、乗り込もうと思いましたがその前に高さを測りましょう。ちょっと測りにくいですね、難しいところですが地面から53センチぐらいですから前席よりも3センチぐらい、まあ一番高いところで3センチですから前席よりも3センチ以上ですね、着座点が高いと思っていただいていいと思います。やっぱこれも割と低めですね。腰の移動量は大きめかなと思います。前席は私のポジションに合わせてありますけれども膝周りがだいたい14センチぐらい、空いています。でアームレストが左側、そしてドアを一回閉めてみますが両側にあるんですけれども、ちょっと高さが違うんですね。右側が少し高い、左側は低い状態で私の腕にはあんまりマッチしていません。ちょっと腕が浮いちゃう状態、これがもう少し、センターアームレストが途中で止まってくれてたらいいなと思うんですけれども、これがあまり私のポジションでは役に立たないというようなところがあります。少しこの敷居が高さがあるので出し入れするときに足が引っかかるようなところはありますけれども、そういったところがございます。まあ、全長の長い車ですから後席の膝回り空間は広めになっているというわけです。はい、ではこのジャガ XF スポーツブレイクの一番大切な部分ですね、トランクルームを見てまいりましょう。まあまあ電動のテールゲートっていうのはこのクラスではもう当たり前というふうに思っていただいていいと思います。かなりこうスクエアで開口幅の広いのが特徴のようですね。例えばこう入り口のところもかなり広いですね。ちょっとまあ測りにくいですが約1メーターありますね。入り口で1メーター、一番広いところでも1メーターほぼ超えていますね。まあ、ほぼ1メーターですね。そういうふうに思っていただければいいと思います。でさらにこの床面ですね、ここも結構低いですね。乗せ下ろしがしやすいと思います。58センチぐらい、結構この荷物を乗せることをよく考えられているということが、分かります。実際に中側の広さを調べてみましょう。中側の一番広いところは、1メーター超えますね。103センチぐらいです。奥行きは、ここまでですから1メーターと8センチぐらい、
いいですね。で、まあ、これも鉱石が倒れるようになってますから、こちらからこういう風にして遠隔で倒すことができますね。で今ちょっとこういうものがあるのでこれをちょっとどけますと、すごい長いものが乗ります。あ、すごいですねこれ。2メーターを超えますね、2メーターと5センチ、まあ、前席の位置にもよりますけれども2メーターを超えるようなものも乗せることができます。でもちろんこちら側もこう倒せば本当に広い。でもちろんこのトロカバーは簡単に外れますから、これを外せばですねかなり広い空間が提供されます。で、ここの下にはスペアタイヤが入っていますね、こういうような印象になっています。すごくこうデコボコがなくてですねフラットで使いやすくなっているというのがこのジャガー XF スポーツブレイクの見どころだと思います。逆にこれは今全部倒しちゃいましたけれども真ん中だけ倒すことも可能ですから4人乗って長物を乗せるというようなこともできるわけです。で閉める際にはこれで閉めていただくというような形になります。この荷室をよく使う方にとってはこの XF スポーツブレイク競合車に比べてもかなり使いやすさを考えられているなというふうに感じられます。